食いしばっちゃうとか、うん、分かんない。ここから見ていいですか。鼻の高さが、噛む筋肉なんですけど、うん、左の方が全部筋がすっきりしてる、うん、今直接すると多いんですけど、やっぱ感情を噛み殺すって言ったりするじゃないですか。ちょっとしゃがんでみると分かりやすい。そうです、そうです。嫌いな上司とかいらっしゃるんじゃないですか。そう、まあ、そうですね。ちょっと大きい声では大きい声では。後で自分の見た方が分かりやすいかもしれないですね。無意識にっていうのは結構ありますね、うん、そうですよね、うん、これが張っていっちゃうと、なんかエラが張って、そう、エラが超張ってる、うん、でもこれ筋肉なので、もっとこうちっちゃくなります。まだですか、うん、なんか顔もでかい顔も小さくなる、うん、お顔も実は、うん、筋肉が出てたり、うん、お顔が唯一筋肉わかりました。見てる、みんな見てる。他の筋肉ない、意識しないですし、なんかもう肩こりっていう日ありますけど、肩こりっていう日もね、あんまり思う時がないので、ちょっと意識がしにくい手があるんですけど、実はでも一番大事なガクガクってなってるのわかりますか。こっちシューってなった。大人。うん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 、わかります。わかりますね。全然違います。うんうん、いなくなったね。そうね。だからこれエラーじゃなくて筋肉なんで、うん、こっちみたいにほぐしてあげれば、こっちの底も綺麗に上がってきます。あとで最後の骨の調整で、おでこの自分でこの引き上げたりとか、自分でも、トリートもできます。しっかり揉んであげたり、流してたり、上から降りてきてるのを顎だけでもいいですよ。筋肉がないのよね。前はこれ1本だったらだんだん増えてる、うん、こっちが噛むのが強くなって、こっちが緩くなって、今はスキンケアとかのことどんなことやられてるの。噛む、ね、筋肉のこっちが引っ張ってるんですよね。お、例えばその洗顔後の化粧水とか、こっちはこの辺をしっかり潰すと、左右対称が近づいてヒートパックに、すごい、ほっぺたの理由に痛いから、本当だ、全然違いましたね、確かに。ああ、本当だ、人の方がわかるわ。そうなりますよ、私もちょっと全然違うので、一緒に。確かにそうやって肌には働きかけると思うんですけど、まずこの一番の特徴は酸素が、あるオイルに溶け込んでいるというのが一番特徴なんですね。実はその酸素というのは筋肉に働きかけるんですよ。なのでこの筋肉を引き上げたいし、それを活用したいっていう点では、酸素がかなり強力に働きかけると思います。追いついてくるんですよ、塗るだけで。こっちの方が少し凝ってたので、全然顔上がってますよ、うん、ここシャープになりますよ。顎が小さいのでズボッと入っちゃうんですけど、はいはい、ちょっと今寝てる時って、うん、少しねこう出てきて顔が、はい、うん、余計顎が小さい方とかこんなに張ってると目立ってくるんですよね。ここの流れをしっかりしてあげれば、さて全体的にシャープな印象になってくると思います。ここもなくなりました。うん、そうですよね、服っていうのが、そしたら今度は一緒に変わるんです。そうなんです。目お疲れなんじゃないですか。目悪くないですか。目悪いです、うん、お疲れがここに溜まっちゃう。あ、そしたら今度は上から降りてきてしまってるのを実際骨をちょっと調整していきますね。こんな怖いことするわけじゃないですが呼吸に合わせて、ちょっと骨をグッとストレッチする感じですね。そうするとグッと押してきます。息を吸いましょう。吐いてください。おからを吐いちゃってくださ い、 吸って、吐いて。これで最後はこのメニューの矯正が入る。吸って、最後吐いて。
右を見てほしい、ぜひぜひって感じです。ストレートネックってすごいですね。来てみると、あ、そうなんです。首が違いますよね。骨が上がりましたね。人が違うみたいです。ガーズ向いちゃってる。で、この時もちょっとここまで首がギュッてひねれて、なんか苦しいような感じがしたらおっしゃってください。